パリの新年。岸田邦夫。旅の目に映じた外国の正月をというお求めで、一昔前の記憶から探してみたが、そこにはほとんどお正月というものがない。我々の頭に幼少の頃から染み込んでいるお正月、新年というものとは、およそかけ離れたものであった。古い一年が行き、新しい年が来るということを、我々の祖先がなぜこんなに重大ごととし、華やかな儀式をもって迎えるようになったか、その詮索は別として、欧米人は実にあっさりとこれを扱っている。私は、ちょうど4回の新年をパリで迎えたわけであるが、フランス人の下宿に住み、故国からの留学生とか大使館関係の人たちとの交際なども少なかったので、なおさらその正月はひっそりしたものであった。最初の年はそれでも、ああ、今自分は弟妹たち、雑煮でも祝っているかな、とか、母の得意の入り田作りで飯を食べてみたいとか思ったりしたものであるが、次の年からはそんな感傷も薄らぎ、結局煩雑な儀礼に縛られないで済む身軽さの気持ちにのびのびと己を浸していた。それでも大晦日の晩はレベイヨンと言ってみんな大概レストランか何かに出かけ、知人などと食事を共にし、踊ったり歌ったりで夜を更かす。つまりそれが外国では新年を迎える気持ちの唯一の現れと言えよう。その騒ぎも夜が明ける頃にはどこもすっかり静まって、外上にも屋内にも平常と何の変わりもない一日が来る。起きて食堂にでも出てくると、さすが下宿の女主人がおはようの代わりにおめでとうと言ってくれる。しかしそれもほんの軽い挨拶で、別にその言葉から正月を感じさせてくれるようなものではない。カトリック教の国に王様の日というのがある。これは偶然、日本の松の内にあるお祭り日であって、向こうの人たちには新年とは関わりのないものであるが、日本人である私などには、時が時なので、ちょっとその日はお正月らしい気分を味わえるものだった。それは聖書にある通り、キリストが生まれた時、東方の国の博士たちが星の占いで、ベツレヘムに偉い人が生まれた、と言って、たのにより、東方の国の王がその誕生を祝いに来たというその日を祝うのである。この日各家庭では独身だったり、遠くから学校の寄宿舎に来ている人など、家を持たない人たちを招き、暖炉を前にして、カルタや歌や隠し芸の披露や、ごくのんきに家庭的な娯楽に打ち興じる。そして、この日には、食後に必ず、特別の菓子が出る。ちょうど誕生日やクリスマスの時のような、大きいカステラ風の菓子だが、大抵は、その家の主婦の手製ということになっている。これを、主婦が人数だけに分けて、各自に配るのであるが、この中には、たった一つ、王様の人形が入れてあり、それにぶつかった人は、男なら王様になり、相手の女王を選ぶし、女なら王様を選ぶ権利がある。女王なり王様なりが決まると、みんなは二人を並べて、口々に、王様、おめでとう。女王様、おめでとう。と、祝詞を述べて、はやすのである。この人形を、なるたけ、その日の人気者。例えば、その中に恋人同士がいるとすれば、その一方に、という具合に、うまく当たるようにするのも、主婦の腕前なのだそうである。
しかし、当たった当人は照れくさいので、わざとみんなの期待通りには選ばなかったりする。こうして、老若男女、無邪気に一日を楽しむこの日だけが、ちょっと日本の正月のカルタ会の空気などを思わせられる唯一のものだった。